くいなっていうのが第一印象ですかね。社会人2年目の時です。本当に買うの？みたいな。見に行ったら、まあ、買っちゃったっていうのが、維持大丈夫？みたいな。1足を踏んでもらってこう2足に上がる加速感が、買った方がいいよって。この車が最初の1台ですね。車に興味を持ったのはちっちゃい頃に親父と一緒に、まあ、洋画見てて、でそこに出てきた車がかっこよかったんで、そこから好きになりました。23の時に、まあ、車欲しいなってずっと思ってたんですけど、まあ、ネットとかで調べてて、まあ、いろんな車を検討してたんですけど、たまたまネットで見つけたまあ、この車、86と同じエンジンを横置きしてる車なんで、そこにすごく興味を持ったのと、まあ、あと現代でちょっと作れないリトラクタブルっていうところに惹かれたのと、まあ、エンジンが MR 後ろの方に積んでるっていうところが気に入って、ノリで見に行こうと思って見に行ったら、まあ、買っちゃったっていうのが本音なんですけど、敷地内でちょっと横に乗らせてもらって、それの1速を踏んでもらってこう2速に上がる、その加速感がすごいジェットコースターみたいだなって思って、いいなって思いました。そうですね、低いなっていうのが第一印象ですかね。その形もそうですし、まあ、あとは、まあ、このバックから見た時の形が可愛くて、そうです、まあ、いろんな候補は考えてたんですけど、スパのことを考えて、まあ、この子しかいないかなって思いました。まあ、親父側の車が好きなんで乗らせてくれみたいなのはありました。あとはそうですね、まあ、周りのみんなが僕がその車を好きっていうのを、まあ、知らなかったからか、めっちゃかっこいいねっていうふうに言ってくれました。本当に買うの？みたいな。維持大丈夫？みたいな感じです。初ドライブは車を買って取りに行って、まあ、それから八王子から家までの帰り道が、まあ、初ドライブなんですけど、まあ、マニュアル取ってからしばらく、まあ、1年以上乗ってなかったんで、本当にエンストしまくりながら帰ってきました。まあ、駐車するときに多分バックギアがちょっと入りづらいんで、それでたまにエンストします。恥ずかしいですね、人前ではやりたくないです。誰か乗せてるときとかにしちゃうのが一番恥ずかしいです。普段はまあお休みの時に友達と旅行とか、まあ、ちょっと遠出行ったりするときに使います。昨年友達と夏に長野の白馬に行ったり、あとは山梨の八ヶ岳に行ったりしたのが、まあ、一番印象的で、まあ、夏なんですごい暑い中、あまり冷房効かないんで窓全開で男2人で高速走ったのが思い出ですね。そうなんですよ、仲いい1人だけっていう。そうですね、まあ、これからこういう旧車とかは金額がどんどん上がっていくっていう風な話もあったので、まあ早いうちの方がいいかなってのは思ってたんですけど、あとはやっぱりその若いうちに乗りたいなっていうのがあって、まあ、そこが決断のポイントだった。買った方がいいよって。